YouTube! はい、今日はですね、これちょっと待って、これ、ほんまマジで一体化してるっていうか、今日はですね、テイク5のメロディーのかっこいい吹き方についてシェアハピしようと思います。まあ、テイク5ね、なんかすごい、人気じゃないですか。なんかみんな吹きたいみたいな。まあ、単にね、指動かすだけやったらね、ちょっと、もったいないので、まあ、なんかね、こう、かっこよく吹く方法、まあ、そういうのもね、まあ、喋っていこうかな、みたいな感じですね。ポール・デスモンドが吹いてるテイク5、それを参考に、例えばどこにタンギングつけてるかとか、ちょっとどこ音大きくなったりちっちゃくなったりしてるかっていうのを、まあね、私がちょっと聞き取って、まあなんかこうね、メモとかしながら、まあ、こうやって吹いてくださいね、みたいなのを、まあ言っていく動画です。まあそのね、ポール・デスモンドのテイク5なんですが、こちら、ででん。デイブ・ブルベック・カルテットの、タイムアウトっていうアルバムの中に、テイク5が、入ってるんですけど、もうね、その、テイク5がもう、有名すぎて、もう一人歩きしてるっていうか、このアルバム、他にも素晴らしい曲あるんですけど、テイク5がもう一番、まあ、有名になってるっていうね、感じが、まあ、するんですけど。まあね、この曲ね、5拍子なんで、5拍子で進んでいくのが難しいんですよ。で、なんかフラットめっちゃあるんですよ。私アルトサックスなんで、メインは。だからアルトサックスのキーで言ってるんですけど、フラット3つつくんですよ。それ、難しくないですか？C マイナーになるんですけど、アルトやったら。これようみんなやりたいって思うなって思うんですけど、なんか、だって、なんか、私、なんか吹いてくださいって言われたらちょっと嫌やし。まあね、ということで、テイク5はね、割かし上級者の人が、割かし上級者っていうか、サックス始めたてみたいな人がやるにはちょっとハードル高いのかなとは思うんですけど、見ていていただくだけでも、まあ、ちょっと参考になるかなとは、まあ、思うので、ぜひ、見てって、ちょっと、あ、そうやってやるんかみたいな感じで、見ていってください。じゃあ、どうぞ。じゃあ、早速吹いてみようと思います。これ、テイク5の楽譜なんですけど、テイク5って A のメロディーがあって、こう B の部分、こういうメロディーがあって、で、もう一回、A みたいなのが来るんですよ。だから A と A、メロディー一緒じゃないですか。だから説明は、後ろの A ちょっと省きます。はい。同じことやってください。なんか、別にそんな、めちゃくちゃ変わるってことはないんで、私の説明は A と B の部分だけ。ということで、その楽譜がこちら、ドン！はい。いろいろ、色つけてますけれども、まず、曲の、まあ、この曲の特徴として一番強いのが、5拍子。5拍子って、意味わかります？大体の曲って、1、2、3、4、2、2、3、4っていくんですけど、この曲、5拍子なんですよ。1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5。で、この原曲聴いたら、じゃ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 んじゃんじゃんじゃじゃじゃ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 んじゃんじゃんってやってるんですよ。123451234512345なんですよね。だからこれをちゃんとリズム取れるように、まあそれね、なんかこうリズムなんか音楽に乗ってください。あと、まあこれね、アルトのキーで、まあ言うんですけど、C マイナーなんですよ。この曲。C マイナーって効かんくないですか？ってなるくらい、ちょっと指難しいんですよね。なんかフラットめっちゃつくし、だからこれちょっと難易度高いんですけど、まあ、ちょっとね頑張ってくださいはいで、この曲に関してなんですけど、C のフラットがよう出てくるんですけど、 C のフラットはこの指でやった方がよく指動かしやすいです。C のフラットってこうラー押してここ押さえるやつあるじゃないですか、 C のフラット。これはねちょっとねやりにくいと思うんですよ、この曲で使うには。だからテイク5の中の C のフラットはこれがいいと思います。はい、ということで、まあね、早速説明していこうかなと思うんですけれども、緑のところ、緑の丸、これがタンギングするとこなんですよ。で、大体タンギングするんですよ。言ったらでね、これテイク5に限らずなんですけど、ジャズって割とタンギングでこう曲をこう味付けしていくパターンが多いんですよね、ほとんど。てかまあ大体そうなんですよ。もうこれちょっと覚えといてほしいんですけど、ジャズの曲って大体タンギングするんですよね。あと、まあ、例えばまた言うんですけど、ごまかす音みたいな。だから、ふわって吹くみたいな。ごまかす音みたいなのも、ちょっと大事になってくるんで、まあ、この、タンギングするとこでごまかす技術、これをねちょっとねはっきりしてほしいですね。詳しくはというかメロディーの歌い方みたいなのを、ね、以前動画出したことあるんで、またちょっとそちらもまた見てみてください。はいはい、じゃあ早速参りましょう。はい、これね上に2段、ね、このタラタタね、もう早速出てきましたね。ソード、ドのとこカッコついてるじゃないですか。これごまかすんですよ。で、上にこうピンクでこうスラーみたいなのついてると思うんですけど、こっちできるだけこうつなげる感じ。ソード、だからドフってなんかやる感じ。ね、次、ミファは発音する。タンギングする。タタね。もう、これ、覚えてもらったらもう帰ってええわ。帰ってええわって、ちょっと帰ってって別にどこに帰るんって感じなんですけど。青いとこあるじゃないですか。ここ、強調してほしいんですよ。で、クレッシェンド、フォルテって書いてるじゃないですか。で、これね、フォルテって別に、フォルテじゃないんですよ。だったら、これがちょっと近い表現やからフォルテ使ってるんですけど、別にフォルテっていうか、ちょっと強調してほしいっていう意味合いで、別にフォルテつけてるんですけど、じゃらじゃじゃじゃららららってこのじゃらじゃじゃじゃってちょっと強調してほしいんですよ。そこに向かうためのソドミファがここブワって大きなるみたいな。でまあ青色の中緑ちょんちょんちょんってついてるんで、ここをタンギングするって感じ。ね、こんな感じですね。次、ソシド、あれじゃないですか。青のところ。強調するって言うじゃないですか。急に、ソシの、このソちっちゃなるんですよ。ソシドで、ちっちゃなるし、クレッシェンド書いてるけど、大きなってもメゾピアノなんですよ。そんな大きにならないんですよね。だから、ソシドぐらい。だから、ダダダダダラララ、ダラちゃんぐらいなんですよ。ちゃんと、ソシすらついてるんで、これ、ソシみたいな感じで、吹いていただけると。 C のフラットの前にちょっとラー足したらなんか雰囲気出ますよね。こういう感じ。はい、で次レミドシローってね、これねこの曲に関してなんですけど、16分音符ちょいちょい出てくるんですけど、ここね同じ歌い方なんで、ちょ、覚えといてほしいんですけど、レはタンギングするじゃないですか。次、ミレートってあるじゃないですか。ここごまかすんですよ。ごまかすってめっちゃ、それが、なんかできたら、こっちだって苦労せへんねんって話かもしれないですけど、これ頑張ってみてほしいんですけど、レはタンギングして、ミレートは適当に吹くんですよ。これ、逆にきっちり吹いたら、なんかあんまかっこよくないじゃないですか。こういう感じで、なんか息の流れで言ったら、だからこういう息の流れなんですよ。こう言ってる時は0で、あ、こうって落ちてる時がミレドみたいな感じ。難しいですね。でもそうね、息こう抜いてる時にミレドって吹く感じなんですよね。もうちょっと難しいなこれ。こんな感じで C のフラットっていう感じで、次 C、シドシシシドシソファーソー、シドシソファーソーじゃないですか。ここね、これ聞いたらもうもうか今日は帰ってええわ。でもはい、ちょっとシドシソファーあるじゃないですか。これね、シじゃないですか。次ドって行くと思ったでしょ。難しいんで、はい、どうするかって言ったら C のフラット、次ここ真ん中の方だから C のフラットド、これでもねドね一応なるんすよ。あんまピッチは良くないけど C ドシドシソファソみたいな。やってみますね。ね、別におかしないじゃないですか。ただこれこうやってどう出るんですけど、なんかほんまにこういうちょっとだけなんか飾りみたいな感じで使う時くらいしか使えないんで、あんまちょっとねこういう時くらいいいかなみたいな感じですね。じゃあシドシソファーってやるよりは簡単なはずなんですよ。シドシソファーがそう、なんかこう、クロスすんの、バタつくし、うっとうしいじゃないですか。でもここだけ押すと、ここのね、真ん中だけ押すと、シドシってね、シドシソファーそうっていけるんで、楽かな、みたいな。ほんで、また、これ、次も、同じことの繰り返しなんで、チャラ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 ンチャン、チャラチャン。じゃらじゃーんね、同じことをやる。次 B、 じゃ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 らじゃ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 、このね上のミのフラット、これねちょっと丁寧にテヌート書いてるんですけど、テヌートってまあ本来の意味のテヌートとはまた違うんですけど、タタ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 タ、こう置きに行く感じよね。じゃじゃんじゃじゃんっていくよりは、じゃじゃんじゃじゃじゃらじゃ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 、じゃ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 ん。次ファソララのとこね、ファソンソンカッコついてるじゃないですか。このソンもちょっとこうふっと抜く感じで、フォルテ、まあこれもねフォルテっていうか、フォルテってなったらもうブワーンって大きい音を出さないといけないかって思うかもしれないけど、別にそういうことなくて、まあちょっとしっかりねどっしり吹くっていう感じでね。その前、だって、メゾピアノで吹いてたわけじゃないですか。クレッシェンドしてもメゾピアノくらい。なので B は、ちょっと大きめに。っていう感じ。次。また同じなんですけど、タラッタッタ、このラーのところにゴニョゴニョってついてるじゃないですか。これは、これもうほんまにできる人でいいんですけど、ちょっとビブラートをつけると、まあ、かっこよくなるかなみたいな。難しいしな、ちょっとまあやってみようかな。お願いします。はい、まあそんな感じです。はい、これね、別にこれ書いてるけど、これ通りに別にいかないことも若干あるかもしれないですけど、まあこういうニュアンスっていうのをちょっと念頭に置きながら、まあね、こう音楽にこう身を委ねて、こういい感じに、まあ、歌い上げていただくといいんじゃないですかね。ということで、現場からは以上です。はい、いかがでしたでしょうかまあね、テーマをね、ちゃんとね、やっぱ吹けるプレイヤーに皆さんなってほしいなって思うんですね。これは私のこの次回の念を込めて、まあ、言うんですけど、やっぱりその、やっぱアドリブってこう結構難しかったりしません？なんか書いてないことを吹くって。周りのね、YouTube、サックス系 YouTuber もいろんなこと言うじゃないですか。耳コピしろとか、横文字の、こう、なんか、用語をつらつら並べて、こう、こしゃいみたいなやつで、言ったりするんですけど、それ、だからまあ、アドリブに意識行きがちっていうのはまあわかるんですけど、やっぱテーマを、こう、しっかり歌うっていうことって、ジャズのニュアンスを、こうね、つけていくっていう、ことのそのヒントが隠れてたりするんですね。どこにタンギングしたらいいとか、どこを大きくしたらいい、ちっちゃくしたらいいとかっていうのがね。で、それで、どこにタンギングつくみたいなのをちょっと勉強して、で、アドリブ吹くときに、まあそういうのもね、活かせられたら、単にフレーズバババってなんか吹いてもかっこよくならないって、そういうどこにタンギングつけたらかっこいいかみたいな、術を知らないからそういうことになると思うんですけど、まあね、そういうのもね、こうメロディーラインを吹くときに、まあ、学んでいければ、まあ、いいんじゃないかなって、まあ、思ってますかね。ああ、で、なんかそれで、なんか、なんていうの？なんか、やっぱその曲、やる曲はちょっと聴いてみてほしいですね。なんか、楽譜から曲を知ることって、そう、普通に技術的にすごいじゃないですか。やっぱそれもうちらやったらね、なんとなくああそういう感じかってまあわかるんですけど、でもやっぱり音楽ってそういうことじゃないんですよやっぱりね、この芸術なんで、音楽もやっぱ音楽って芸術なんですよ。だからこれ聞いて、あ、こういうイメージかみたいな、ちょっとイメージして、これなんかうさんくさいって思うじゃないですか。でも音楽もやっぱちょっとこう、はーってこうかってイメージしながら楽譜見て、あ、ふんふんこうかっていうのも並行してやってほしいんですよね。知らんけどはい、まあ、そんな感じです。じゃあ、今日はこれで終わりです。この動画が面白い、役に立ったと思っていただいた方は高評価をチャンネル登録もよろしくね。バイバーイ。